荒川豊造、五代加藤幸兵衛氏の薫陶を受け、その職人気質の作陶姿勢から生まれた作品は、人々を魅了し、現代の美濃を代表する作者として、瀬戸黒で人間国宝の認定を受けた加藤幸造氏。梅花の珪氏に、純白の篠湯の下からほのかな緋色が浮かび、まさに摂理勾配の杯。平成元年の初釜作品であるのも嬉しいですね。